さあ選手たちも大変長くお待たせいたしました。どうですか、結果発表に移ってまいります。ステージに注目をお願いいたします。さあ発表ですが、先ほど演技順と同じように2M から順番に発表していきます。準備よろしいでしょうか。それではクラウドネイティブプレゼンツジャパンジュニアヨーヨーコンテストフリースタイル競技各エンモンの予選結果発表を行ってまいります。まずは 2M 予選決勝審査は5名となります。それは第1位から発表いたします。 2M 予選第1位、坂内はじめ選手、おめでとうございます。続きまして 2M 第2位、藤原大和選手、おめでとうございます。続きまして 2M 第3位、川畑翼選手、おめでとうございます。続きまして 2M 予選第4位、大城大輝選手、おめでとうございます。続きまして 2M 予選第5位、花井美久選手、おめでとうございます。以上このような決勝進出となります。続きまして水泳門予選発表に移ってまいります。それでは水泳門予選第1位、岩田浩希選手、おめでとうございます。続きまして4泳門予選決勝審査は3名となります。それでは第1位に発表いたします。4泳門予選第1位、白倉聡選手、おめでとうございます。続いて4泳門予選第2位、桂川聡真選手、おめでとうございます。続きまして4泳門予選第3位、勝田東吾選手、おめでとうございます。これで3名が決勝進出となります。続きまして 5A 門予選決勝進出は3名となります。では1位から発表いたします。 5A 門予選第1位、白倉聡選手、おめでとうございます。続きまして 5A 門予選第2位、岩田浩希選手、おめでとうございます。続いて 5M 予選第3位、関戸天聖選手、おめでとうございます。以上3名が決勝進出になります。はい、それではですね、決勝の方ですが、16時より行ってまいりますので、選手の皆様は準備をお願いいたします。はい、それではまだ間もなくですね、10分でございますが、休憩の後決勝戦を行ってまいりますので、よろしくお願いいたします。